こんにちは、リサです。今日はマナーオブデスの第7話のお話をしていこうと思います。まだ7話を見ていないという方やネタバレが嫌という方はここでストップしてください。では早速7話なんですけど、もうすごかったですね。もうなんかツイッターとかでもめちゃくちゃこう盛り上がっていて、もうね、私はこのマナーオブデスの制作陣の手のひらの上でコロコロされてるんですよ。転がされてますよね。私が言わせてほしいのは M 警部の話なんですけど、私確か前回とか M 警部の話をしてて、 M 警部の私服姿とかがもっと見たいなみたいな話をしてたんですけど、それがね、まさかね、今回半裸姿が見れるとは。もうこれはそんな私服とか遠慮すんなよっていう風に言われている気がする。本当ありがとうね。問題のあのシーンのこう前振りじゃないですけど、ちょっとこの見てる側もこう心の準備が必要だから、一旦 M 警部の半裸でちょっと慣らしとこうみたいな、そういう意図があるんじゃないかって思ってしまうぐらいでしたよね。わかんないけど、もう本当ありがとう M 警部、ありがとう。まあね、その今回の話の中でもこうちょっとね、 M 警部はなんかこう憂いを帯びた意味深な表情が多かったですよね。やっぱりね、多分彼はその自分の上司である警察のね、署長とか上層部に対して何かこう思うところがあるからなのか、バン先生とかテーンのその行動をわざと見逃している感がありますよね。だって絶対わかるよ。わかるしさ、捜査した方がいいよ。大事な証拠とか盗まれてすいませんじゃ済まないよ、多分普通は。で、もう例のシーンですよ。全世界が湧いた。このために見てた。でも、さっきも言ったけど、本当に M 警部の車の窓ガラスを割ってパソコンを盗むっていうのは明らかな犯罪行為ですよね。窃盗ですから。なんかどんどんエスカレートしてる気がする、二人の犯罪行為が。でもなんかそれでこうパソコンを盗んできて、よっしゃーみたいな感じで帰ってきた可愛い感じも何なんだろうなみたいな風に思ったけど、もうそこから始まるバン先生とテーンの突然始まるミステリーですよ。何のタイミングなのと思いませんでした。そこみたいな。パソコンの方が大事じゃないのみたいな。もうほんとみんなびっくりですよね。え、そこいきなりみたいな。きっとあれですよね、もう犯罪行為をしてこう逃げてきたことによって二人ともね、ドーパミンとかね、アドレナリンとかなんかそういうのがね、大量に出ちゃってたんでしょうね。私てっきりやっぱりバン先生の酒癖の悪さからね、こう酔った勢いでとかならあるかなとか思ったけど、二人ともシラフですからね。シラフでもうむしろ脳内麻薬のせいでもう大変なことになったというね。そこで一線越えるんかいみたいな。すごい展開だな、これ。もうね、二人のね、体は素晴らしかったですね。素晴らしく仕上がってた、筋肉が。もう二人ともすごい肉体美ですよね。やばい、かっこいい。本当に。ザ、肉弾戦って感じでしたね。やっぱり大学生とかが主役の作品多かったから、デッドシーンとかあっても結構爽やかだったりとかね。可愛らしいシーンが多かった印象ですけど、もうちょっとこの二人はね、もうレベルが違うって感じですね。すごい、すごかった。なんか、音の拾い方もすごかったですね。もうキスの音に始まり、肌を触った時のペチっていう音まで入ってて、音声さんノリノリでしょ、これと思って。いやー、素晴らしい。すごかった。このシーン一体何テイク撮ったんですかね。それちょっと気になりますよね。教えてほしい。だって角度的にすごい難しいから絶対何テイクもやってるはずだよ、あれ。でちょいちょいこうサボテンを挟んでくるところにもまた笑ってしまったんですけど、サボテン2回ぐらい挟まったよね。なんかサボテンの花言葉には燃えるような愛みたいなのがあるらしくて、なんかもうそれがちらついてどういう演出やねんと思って、これを笑かしに来てるんかと思って。いやでもよかった、すごいよかったんですけど、
ね、明け方近くまで続いてこうベッドのシーンですよ。もうバン先生の切り替えの速さ、なんなのあれみたいな。賢者タイムに入る以前の問題だよなと思ってさ、なんかもうバン先生シラフでもあんなに妖艶に誘っておいてね、ベッドのところでもめちゃくちゃこう色っぽい感じだったのに、もういきなりパソコン持ってくんのかよみたいな。ひどいよね。あれはさ、テーンがもし仮にこうウブなね、あの乙女だったらもう泣いてますよ、あんなことされたら。すごいいい感じのね雰囲気だったのに、いきなりパソコン持ってくんなよって思いますよね。でさ、すごい行動も早いからさ、もう最中にいろいろ考えてたでしょあなたって感じのタイミングですよね、やることが。もうバン先生本当になんか二重人格なんじゃないかと思ってます最近。切り替えの速さね、もう見てるね我々は、もうエベレストを登頂したような気分じゃないですか。でもここで終わらないのがマナーオブです。高低差がすごい。料理お互いに作ったりとかしていたのに、はぁ、あ、貝野菜弁当作っていったのにね。まさかここでテーンの裏の顔をね見てしまうとは。もうショックですよバン先生。ベッドにパソコン持ってくるよりも多分ショックだよね。もうさ、もう分かってたけど、なんかね、可愛い、あの大きな口を開けてニコニコしてた時の可愛さはどこへ行ってしまったのかみたいな。ダークサイドに落ちてしまうのか。いや辛い、辛いですよね。まあここで多分2人の仲良し同棲生活は一旦解消され、次回はバン先生お家に戻るですよ。もうなんか今回は3歩進んで5歩下がった感じですよね。しかももっと辛いのは、こう次回予告で久々にプードが出てきたと思ったら、なんかもうすごいピンチって感じじゃないですか。プードはね、ほんとクズ野郎だと思うんですけど、私は結構好きなんですよ。結構好きだから、なんか死なないでほしいんだけどな。まあそんな感じで、もう本当に二人の関係もどうなってしまうのか、事件もますますわかんなくなってきたけど、また一週間、長い一週間待ちましょう。悲しくなったらあのね2人の肉弾戦のシーンを見て持ちこたえましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。